西武終戦に、渡辺監督、お気持ち表明。西武は30日の日本ハム戦に2対5と敗れ、36勝79敗2分けの借金43、シーズン26試合を残して CS 進出の可能性が完全消滅した。試合後、渡辺久信監督代行は3回3失点降板の先発、松本剛について、死球がどうしても、慎重になりすぎるのか、怖がっているのか。粘られているわけでもないんだけど、何か簡単に死球を出してしまう。余分なランナーを出して一発というのは致命的とコメント。良ければ5回ぐらいは考えていたが、野手も守っていますし、あの流れを変えるために今日は変えましたと3回で水上にスイッチした理由を語った。打線については、なかなかランナーが溜まったところでヒットが出なかった。あとはゲッツが多かったと淡白な攻撃に言及した。渡辺代行は、本当にこの時期にその可能性がなくなるということはなかなかない。結果的にそういう結果になって悔しいし、応援してくれるファンにも申し訳ない。ただ、これからしっかりモチベーションを見つけながら最後まで戦っていきたいと繋いだ。5月26日に発表された松井和夫監督の休養後の交流戦から現場を引き継いだ渡辺代行だったが、その時点の借金15はその3倍弱の43にまで膨らんだ。それはもう私の力不足しかないんじゃないですか。渡辺代行はそう現実を受け入れるしかなかった。選手の意識、ここのやる気の問題、チームとして一つになってない。山川のびのびと野球やってるなぁ。西武に返してもらったら絶対王者だった時代が懐かしい。ここまで落ちるもんかね。大本の会社が悪い。勝つ気ないからね。西武の時代は終わりました。清原監督で一度野球ファンの顔色を伺ってもいいくらい弱い。監督がワイルドピッチ防げないしな。盲導の甲の野放しじゃないよ。ゲッツー多いってダンディ坂の勝つーの。今年の応援は終了です。ここまで弱いと監督、強行の問題ではないでしょ。中日より弱い球団が出てくるとは想像していませんでした。力不足、その通り。責任を取るしかない。残念です。さすがにシーズン100敗、ならないよね。黄金期の鍋ちゃん、選手の質が違いすぎるね。お疲れ様。采配が悪いとかじゃなく、純粋に一生懸命戦って弱いというのが辛い。